メッシュガー・ジェントは、プログレッシブメタルより派生した、ヘビメタルのジャンルの一つ。2000年代初期に、メッシュガーのギタリスト、フレドリック・トーデンダルによる造語として発生し、ペリフェリーのミーシャマン層によって、インターネットを通じて、一般的になった。7弦ギターもしくは8弦ギターの低音現状での、パワーコードとブリッジミュートによって得られる独特な、 ディストーションサウンドを犠牲語として表したものである。主に旧来の6弦ギターとサウンドの違いを指す意味で、用いられるが、かなりカジュアルな、用いられ方もされ、その指すところは、本来の意味から離れ一定でなくなりつつある。上述のように、このジェントにおける重要なアーティストであり、サウンドモデルとしてメッシュガー、あるいはバンドの中心メンバーであるフレドリック、トデンダルが挙げられる。 また、ジェントと呼ばれる代表的なバンドには、ペリフェリー、アニマルズ・アズ・リーダーズ、ボーン・オブ・オシリス、ビルド・ジャルタなどがある。それらの共通点としては、8弦ギターを使用ポリリズムやシンコペーション、変拍子を織り混ぜた、複雑なリズムメロディではなく、リズムによって特徴付けられる、ギター・リフなどが特筆すべき点であり、音楽的な特徴である。ペリフェリーや、ボーン・オブ・オシリスが、 楽曲によって普通にドロップチューニングによる6弦ギターを使用したり、中音域の弦を2本取り払い、そこへさらに2本の低音源を追加し、チューニングを低い方から FCFBBABB とした6弦ギターを使用するバンドもいるようである。ジェントバンドとみなされるバンドを含むいくつかのメタルバンドのメンバーはこの用語を短期的、一時的なブームであるとみなし、 そのジャンルとしての地位を疑問視し、また非難している。インターネット発祥であることへの反発という側面もある。また、当事者たる、ペリフェリーのミーシャマウンソーは、ギターメッセンジャーのインタビューにおいて、自分は、ジェンティーなサウンドを出せる機材を探していた。このピックアップは、ジェンティーかというふうに用いていたが、なぜか全く別な方向に行ってしまった。人々はそれを、 音楽のスタイルを指すものだと思ったようだと語っている。ボーコット、ニック、マッシュガーシェアザ・シークレッツ・オブゼア・サウンド。ギターワールド、フューチャー・ユーエス、2016年5月17日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2011年10月17日閲覧。アングル、ブラッド、インタビュー、マッシュガーギタリストフレデリック・トゥルデンドル、アンサーズ・リーダー・クエスチョンズ。 ギターワールド、フューチャー・ US、二2011年10月17日、閲覧。ABCD、ジェント、ザ・メタル・ギーク、S ・マイクロ・ゲームル。ザ・ガーディアン、3マーチ2011、リトリーブド20602011、20 20 h t t p コロン、ススララッッシシュ、スラッシュ,スラッシュ、g o t d j e n t c o m f a q t 1 1 0 0 n 1 9 2 2ケナルティ。 Greg, h アズ・ホワ why everyone needs to stop complaining about extended range guitars.2016 年3月19日閲覧 .http://mastrofslach.blog114.fc2.com/.blog-entry-208.html m o r e h t h t t p g a t ジェント。com。アーティクル。エクスクルーシブインタビュー。withhumanityzlat。ブレスワットヨーロブラストフェスティバルハット。ホワットイズユアオピニオンオブジェント。http コロンスラッシュスラッシュ。rosettabend。com。プラス。2011年11月29日閲覧。ブライス。ランディー。ラムオブゴズランディーブライスオンジェント。 http://www.smnnews.com プラス2011年11月29日閲覧モンスル、ミシャ、マーク・オクボミシャ・モンスルインタビュー http://www.guitarmessenger.com プラス2012年3月7日閲覧 ありがとうございます。